コスが悪人を騙し被害者の金を回収する善良な詐欺師を好演。偶然迷い込んだ死者たちの村で幽霊たちのために奔走する。悪役でおなじみの演技派俳優ホジュノとの異色のブロマンスにも注目。ミステリーファンタジー、ミッシング、彼らがいた。日本初放送。